ティレル024は、ティレルが1996年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。チーム4年目の片山宇京と2年目の三笠路ロがドライブした。024は前年型の023に比べると大きく進歩したものの、ヤマハオックス 11A エンジンが信頼性に欠け、宇京はヨーロッパ GP での失格を挟んで8戦、連続リタイアとなる。 チームは翌シーズンから、フォードエンジンの搭載を決定することとなる。オックス 11A はヤマハにとっての意欲策であり、超軽量、コンパクトなエンジンであった。ショートボア、ロングストロークで、重量は 105kg であったが、初年度は軽量、小型化に関わりすぎたため合成不足など初期トラブルが多く、目立った結果を残すことはできなかった。ヤマハは、翌年、 アローズと組むこととなる。第11戦ドイツ GP が行われたホッケンハイムリンクでは超高速サーキットでドラッグを少しでも減らそうという狙いから幅の狭いフロントタイヤを後輪にも装着する前輪フロントタイヤという規策を試みた。しかしグッドイヤータイヤ側からフロントタイヤは駆動用に設計されていないとクレームを付けられフリー走行後に FIA から禁止された。 サロはシーズンを通してサンドポイントを獲得したが、一方の右京はノーポイントに終わり、翌シーズンはミナルディに移籍した。チームは結局5ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング8位でシーズンを終えた。またレイニー4のマシン自体がサロの体型に合わせたものであり、小柄な右京には大きすぎるポジションとなってしまった。ヤマハオックス 11A、ありがとうございます。